生一生はグーチョキポイ。めちゃめちゃ見たいやん。見たい、マジで見やん。でも名言は語りたいわ。一番自分が感動したし。ジャンマゲ一名や。違うか。誰言ってやそれマジで。お前のその勇気ある行動が世界を…あ、ちょっとなんか違うな違うチャッサー、はいよ、ご機嫌をひろき勇気をもらちゃうラッシュメーおっしゃっせー今あのワンピースの映画めっちゃ流行っとるやんめっちゃ流行っとるねだからそれだけ見らんのよ俺は見たねんの先にいっぱい歌が流れるだけよ、うん、だから全然ネタバレすんなよ全然言うね、うん次は、アドを好きになって、歌を歌ってきて。ああ、楽しみ方変わるんや。そうそうそう。え、ワンピース好きなやつ、実際誰な。おい、おい、おい、もう、あの、バンバー持っとる。見と、見、まあ、見とる。お前まだ見分かんやろ、これ。フランキー知らんもん。なし。そんな俺でも楽しめるって言ったんや。楽しめるけど、でも多分、途中、誰こいつってのはいっぱいある。でも俺らガチ世代やからね。まあまあみんなワンピースがめっちゃ好きってことで、うん、みんなどのシーンが好きなの？めっちゃワンピーストークしたから、ね、でも語りたいんや、ね、しゃあないよお前映画一番自分が感動したし、ああ、ヒロイか感動したシーンはそれはやっぱあれやろエースが死ぬところを絶対に言うで言うで行きたい俺は俺ガチで泣いていいけどあのチョッパーが仲間に合流するときあるやん、はい、でクレアがあのベンチャーなんか言葉強くてボロクソ言うけど、なんか別れ際になんか聞こえんけど頑張れよみたいな感じで言うやん。息子みたいな人だね。あれがもうめっちゃ。あれよかったね。ありきたりやね。いや、そういうのも分かる。知らんやろ。前は前は。前これから進んでる分怖いんじゃん。あれよ、あずけどこっちじゃん。俺もそこかな。それはそこつけやすいんじゃない。俺は感動つよりめっちゃ好きなシーンがあって。あの一回ルフィとウソップが喧嘩するんよ。ああするね。でそこでルフィがウソップにそんなに俺の言うことが聞けるなら今すぐっていうところでサンジがルフィに言います。そこが本当かっこいい。でもそんなんで言ったらサンジとルフィの喧嘩も結構よくね。いや。なんだお前。仲良してや。ルーキー好きなシーンな。俺ワンピース知らんねん。ということで、まあ、今のみんな映画めちゃめちゃ見たいやん。見たい、マジで見やん。なんで、ね、今からね、その映画を見に行けんけど、ただ見に行くんですけどね、モタリンと。モタリンって何やろ、うん、ということで、本日、ジャンマケ1名、違う映画。あ、誰言ってや、それ、マジで。まあ、レシーのワンピースマジなけん。うん。一人で見たいよ、次、お前。ほぼほぼ見たいよ。ないよ、俺みんなで見たことないよ。プペル見たい。プペル見たい。じゃあ、アツル、この4人や。アツル、おらんばい。さあ、お前、マジや。じゃあ、もう、一人でこれでいいや。お前でいいや。お前で俺でいいや。じゃあ、リュウキが4番かって。そう、マツル、おったら、いや、プペル、プペル。だって、プペルってこいつの好きな西野さんの映画やん。3とかいらんって。西野のね。え、じゃあ3。お前3大事や。で、こいつが呼びかけてね、プペル、いかんけみたいな。そんなに入ってなかったらいいのじゃん。え、でも俺、個人で呼びかけた。え、でもそういえば、俺もリュウカだ。俺もリュウカだし。いや、でも俺も俺で別にプペルいいけど。誰が言ったんお前。まあまあ、ちょっと。一人じゃん。いきんなよ。生きんなよ。ゴミ人間が。だから俺は、誰がうざいこの泣ける映画の時にちゃちゃ入れるやつは。いや、こいつとこいつかな、俺は。なんでいいな。俺はマジ、長め。そう。冷酷やから、こう。リュウキは、え、これ泣けんくねみたいな映画中に言ってくる。うざい、うざい。あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。じゃあ、名言セリフとかないですけど。もういいって、長いって、これ、もらうよ。でも、お前ワンピースの話。いや、これ、でも名言は語りたいわ。俺は、あれね、クルニのことか。いや、違う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 、
エース出てくるやんって、もうしんどるに。いや、エースのグッズあったからエース出てくるかと思った。じゃあお前、何で来たの？お前のやつ本当に見られる。お前の心にはまだ来たの。かわいいね。これあれらしい、パンチだ、パンツ見えるらしい。いいじゃん。ここじゃねえよ、映画でやばいよ。こいつ一生懸命やったぞ。サバ缶系映画じゃん。サバ缶9時5分。サバ缶って誰で撮るの？え？サバ缶のさ、情報ゼロで入るの？初見。初見。下手したらコンビニのサバ缶かもしれないから。同感、こかんねん、絶対。真後ろとか。ここにしよう。ちなみに、じゃんけん、勝った人はワンピース。負けた人はサバ缶。何の意味かわからんけど、サバ缶。はい。いや、言うけど、今後見に行くのなしやからね。今後見に行くのなしやぞ。負けたらこの映画見れんからね。行くで。一生はグーチョキポイ。マジで、マジで、行くで行くで。一生はグーチョキポイ。お、どうしてきた？あいつも入れる。あいつここ入れようぜ。じゃんけんで負けたやつ、ワンピース見れる。今、上映時間です。じゃんけん勝ったらワンピース、負けたらサバ缶。サバ缶って映画だよ。ふざけんなよ。最初はグー、じゃんけんパイ、シャッ。俺だけ遅れてきてサバ缶って映画見たの。うん、何それ。帰ろうかな俺。最初はグー、じゃんけんポン、シャーッ。お前が頭外すで。これ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 ワンピース見れんの？やっばこんなん食えるわけないやん、サバ缶だから。でっけえサバ缶、でっけえサバ缶。サバ缶かな、これサバ缶や。チケット買ってくるわ。サバ缶って何なん？だから、ほんまが映画やって。でも、おもろいらしいで、普通に。お前さ、せこいで。サバ缶ぐらいせこいで。まあ、もういいや。俺そんな食えにしたの。進む映画なんかも分からない。いや、監督やから逆に運よりティッシュ持ってた方がいいんじゃない。ほんと、サバ缶やからな。行こう、行きましょう。負けたやつは死ぬからね。映画終了。はい。泣けた？泣けるっていうのもどういう映画だ、そのサバ缶って。コンビニのやつ。いや、全然、サバ缶っていうのは男の子2人のごちそうがサバ缶。あの、田舎の男の子2人の夏休みだけど、まあ俺らの世代よりもうちょっと上の世代とかめっちゃ刺さる。そっち面白い。めっちゃ面白い。おい、マジで。ワンピースを知らないの？知らないもん。知らないもん。知らんから詰めよう。本当、知らんからこそビリビリになる。だって、箱におるカメラマンは上映終わった後すぐに曲入れてましたから。あいつすぐ影響されるよ。てか俺ら入った瞬間に信じるわってなるんだから。もう始まるよ。始まるピークの調子。ピーク、いや初めのピークや。もう見やったって映画。いや見たいですか。ハキとかもまだ分からないんですよ。あー、言わんじゃねえ。言わんも言ったぜ。まあ要するに歌は全部言うよ。全部言うよ。やべえ、ポップコーン食えんかった。一緒俺も全然言うよ。全然言うよ。途中2個ぐらいポップコーン俺でも回ってきた。このそれがエブサイズのジャンパンやん。これぶち込む。こいつ裸足でって足の匂いが。わあ、すごい。今離れてきたんだよ。お前それお前ポップコーン捨てないでそれやろ。しかも元気はね。
あの映画結構大物になったのこいつめっちゃでかい声おいらもう腹いっぱいなお前すげえ途中2個回ってくるんですよ同時間帯にでもお前らも腹いっぱいなって言ったけどなんかそのエルジアの過去のちょっと悲しい雰囲気の時の静かな雰囲気だったり龍気のお前らもう腹いってんかってやばいあれってことでねまあまた皆さんワンピースの映画見てください見てください本当に俺らにサボトンしたことがないめちゃめちゃ男の子の時に止まる本当に見たからだよ、みんなの子供の時、あ、やったわでもめっちゃ出てる例えば石ころが悪いって蹴る回とかそういうなんかちっちゃい子供だけど難しいっていう行動が連続俺は別に免許いいからそれから感情のやつも刺さらないということで、皆さんチャンネル登録とね、高評価といいねよろしくお願いします次回もお会いしましょうじゃあ